バーチャルマシンマネージャーイズ b a スドオンリブバート e r t and s u p p o r イ s ー e ー e r a マネージャーとは、レッドハットからリリースされた仮想機械を GUI 上で管理運用を行うオープンソースソフトウェアである。ここでいう仮想機械とは、全、KVM、KEN などの仮想化実装システムを使用してインストールされたゲストオペレーティングシステムのことを指す。 バートマネージャーは主に Linux の x ウィンドウシステム上で動作する。仮想機械のホスト OS 内にこのソフトをインストールすることで、ゲスト OS の CPU やメモリの使用状況についての詳細情報の表示をグラフで行い、稼働中の仮想マシンの停止や再起動などの管理を行う。オープンソースということもあって、セントスやフェドラなどではあらかじめインストールされている場合も多い。 0.5版からネットワーク越しの VM を管理するためのリモート接続機能が加わった。また、VNC ビューワーが GTK VNC に切り替わった。なお、本プロジェクトのメンテナーはダニエル・バーンチ、ヒュー・オブロック、ジェレミー・カッツ、コール・ロビンソンである。ソースコードは Python で記述されている。本コードで使っているライブラリーは大まかに4種類に分かれる。 すなわち GUI、イベント通知、仮想機械制御、およびその他のライブラリーである。GUI は UI ビルダーツールのグレードや GTK で実装されている。そして、イベント通知では DBUS を用いており、X のイベント検知、ハードウェアの構成変更の検知、およびバートマネージャーそのもののシングルトン起動の管理を行っている。仮想機械の管理は、 リブバートと呼ばれる API を使用することにより、どのような仮想機械でも管理できるように、設計されておりリブバート上での API が提供される限りは仮想機械の実装に関係なく対応できる。そして仮想機械のインストールは関連ツールであるバートインストールをライブラリーとして用いている。その他のライブラリーとしては仮想ネットワーク及びベンクベアがある。まず、 仮想ネットワークを取り扱うために IP アドレス管理ツール IP を内部クラスとして取り込んで使っている。そして VNC ビューアーは GTK VNC を使っている。リモート接続ができるという観点では全く同じだがウェブブラウザで動くソフトウェアとしてオビトがある。バーとマネージャーに比べてアクセス制御を役割ごとに細かく設定できるという点が異なる。 ありがとうございます。